おお今から交代とか無理無理無理オールスター VS 玉突き5ガチンコ1on1 3本勝負来ましたよ。さあもうガチでやってもらいます。はい、はい、絶対勝ちましょう、はい、さあというわけで今日のメンバーの中から真剣に考えました。トップバッター中条いきます。はい、はい、けはい、けはい、けっしゃるよ。大学生のオールスターかなんだかわかんねえけど噛んでるけど、うん、絶対負けないですから。おさあそれではじゃあ大学オールスター先方一人お願いします。ファッション芸人だおいきなりハーフ嘘でしょ。さあジャパナ君お願いします。ちなみにワンオンワンは割とワンオンワン得意ですか。いや得意じゃないですよ。あじゃあちょっとワンオンワン苦手。そうそう、ね、おお中将の顔見てくださいよ。あれよしさっきの勢いでおお、ちょっとこっち来いよ。こっち来いよお前。お前いくつだよ。年齢言ってみろ。21歳。年下じゃねえかよ。そりゃそうやろ。来いよ。来いよ。おお。来いよ。おい。穏やかじゃないよ。やばい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 。おお。大丈夫か。大丈夫か。今から交代とか無理無理無理ビビりすぎてるから行くからそこは大丈夫。ワンオンワン得意ちゃうらしいから、はい、ハンドリングで勝てるから。ハンドリングスピードセンターやもんね。センター、はい、じゃあ先生どうぞ。ブリムつけないんで。はい、じゃあ、あ、ちなみにやはり普通にやっても勝てませんので6点半でもらいます。6対0からのスタートで10点先取です。おーし、はい、さらに先行もらってもよろしいでしょうか。おお。さすがでした。この勝負、ジャワラ選手の勝利。おめでとう。さすが。
次こっちは浅井。さあじゃあそちら2番目お願いします。おお来た。サイズではもしかしたら杉本天翔。日本大学の杉本天翔です。よろしくお願いします。身長は、身長は186センチです。じゃあ身長は193センチ180何センチ6です。よか高1の時の身長ですね。通り過ぎたとか言ってたけど、いや、だいぶもう上行ってました。さあ、いかがでしたか。いや、強かったっすけど。おお、本当。はい、いや、何もさせてもらえてなかったけど。いや、でも、やる前と、実力が伴ってなかったっす。靴だけやった。そう、でも楽しかったっす。ありがとう、はい、ありがとうございました。最終対決、もちろん私行きます。やります。お願いしますよ。皆さん、よし、じゃあ最後オールスター誰や。最後出たイケメンや。白鵬大学の前田亮です。よろしくお願いします。ポジションと得意技お願いします。ポジションはフォワードで、得意技は、ドライブです。おー、結構マジで、マジです、マジですね。マジ倒します。てかまだ玉突きが1点も取れてないのよ、はい。だから勝てなくても、とりあえず一本も絶対にマジで取りに行くから。あ、OK です。よし、いけ、負けないで、負けないで、負けないで、
この勝負、前田レオの勝利。ありがとう。というわけで、ガチンコ101、住む世界が違いました。ただ、はい、俺2点取ったこと一生言うからみんな。ただ 6対0の判定全員もらって、しかもマイボールスタートでもこの差。頑張って練習しましょう。はい、身の程知らずでした。すいませんでした。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。